北緯35度10分52.5秒、統計136度56分5.2秒。名古屋市立明林小学校は、愛知県名古屋市東区出来町にある公立小学校。名古屋市東区のほぼ中央部を学区とする公立小学校であり、1873年の第282校開校をもってその始まりとしている。太平洋戦争直後の時期に、 近隣の山口国民学校と統合をされ、朝日が丘国民学校、朝日が丘小学校となっていた時期もあったが、1971年に名古屋市立名林小学校として分離独立した。学区は基本的に住宅地の色彩が強い。東区の中でも有数の工場地帯である、八田、広行地区に隣接しているため、太平洋戦争時の空襲で学区東側の、 小出来地区を中心に被害を受けており、古新国民学校の校舎も全焼している。開校120周年にあたる1993年には校舎の全面改築工事が完工している。1991年に竣工した校舎玄関側の西壁面には学区内にある三両の出しが描かれていたが、平成21年の台風により剥がれ落ちてしまい、現在は 当時の様子をうかがい知ることができない。正面玄関はギリシャのパルテノン神殿を創造させる独特のデザインである。記述にあたっては、明倫小学校公式サイトのほか、校舎春工、開校120周年記念学校要欄明倫開学130周年記念学校要欄等を参照した。教育目標として、心身ともに健康で豊かな上層を持ち、 自らが持つ力を発揮する子の育成を目指す。都市、強く明るい子心豊かな、孤力いっぱいできる子の育成を目指している。明林小学校公式サイトの記載から抜粋。教職員数は、校長以下教諭、学校事務職員などを合わせて、約20名となっている。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。明林小学校公式サイト内。 平成24年度行事予定から抜粋。特徴としては、授業参観の回数が多いことが挙げられ、そのうち一回は通常は、休校日である土曜日に授業を行い振り替え、休校日を設定している。かのこかみ社かすい社、大ぎしあたり学区は全域にわたって、住居表示が実施された地域である。なお名人庁は住居表示実施に際して学区名が、町名とされたものである。 2010年国勢調査によると、学区の面積は0.472平方キロメートル、世帯数は2602世帯、人口は5490人であり、名古屋市東区の旧公立小学校区においていずれも最小である。2005年国勢調査時においては、世帯数2127世帯、人口4623人であり、 比較すると、世帯数は22.3%増、人口は18.8%増と高い伸びを示している。学区内は基本的に住宅地であり、機関バスが走る出来町通りが東西に走り、JR 中央本線や名古屋市道赤萩町線が南北に走っている。鉄道駅は学区内にはない。学区内には三両の出しがあり、毎年六月第一土曜日、 日曜日に行われる、出来町天皇祭ではこれらの出しが学区内を練り歩く。三両の出しは、開校120周年に合わせた、校舎改築時には、校舎制壁面に壁画として描かれていたが、2012年6月現在では、当該壁画は失われ、通常の壁面となっている。期日にあたっては、名古屋の町、町名別人口行政区別統計表を参照した。 いずれも名古屋市立の小学校である。名古屋市では、公立学校選択制が導入されていないことから、名林小学校を卒業した児童の公立、中学校進学先は、名古屋市立桜ヶ丘中学校となる。括弧内は、当該施設が所在する、地区名である。なお、三両の出し蔵はそれぞれ新出来一丁目、出来町三丁目、小出来一丁目にある。 明林小学校公式サイト、学校だより平成24年度第4号より、東区における住居表示は、昭和50年代にその大半が実施されている。明林小学校区については1979年から1981年にかけて実施された。名古屋の町名 P158 参照。明林町地区はかつては、JR 東海の社宅が、地区の大部分を占めていた。 東桜、山吹、東白兵気、青井、筒井、旭日が丘、明林、八田、砂田橋の旧小学校区である。明林小学校から最寄りの鉄道駅は JR 大曽根駅となるが、地下鉄桜通線車道駅もそれほどの距離の差があるわけではない。壁画の原画は校舎改築期当時の明林小学校の職員によるものであることが、 校舎制壁面の画像と合わせて、校舎竣工、開校120周年記念学校要欄名林に記されている。また、平成18年度市民研究報告書、P61 においても、明林小学校壁面に3両の出しが描かれている。胸の記述がある。ありがとうございます。